ミュージックマンチャンネルへようこそ。キュレーターの健太です。この度ですね、このチャンネルからミュージックマンというプロジェクトを立ち上げました。ミュージックマンは一般的にはまだまだ知られていない未発掘のアーティストを私を含めた3人のキュレーターが発掘し紹介する番組です。ところで皆様はミュージックマンというウェブサイトをご存知でしょうか？ミュージックマンは音楽業界人が最も閲覧するウェブサイトとして知られており、その人脈を生かしアーティストと音楽業界人をつなげていこうという今回の企画。なお再生リスト形式での紹介になっているので、一度チャンネルのメインページを開いていただいて再生リストを選んでください。そして僕たちの解説とその次にアーティストの YouTube のコンテンツが順番に流れる仕組みになっていますので、ぜひ最後までご覧ください。果たしてこのミュージックマンプロジェクトから未来のスーパースターが誕生するのか、チェックだ。本日最初に紹介するアーティストはミサト・オノ。タイトルはスモールトーク。現代のシティポッパーと言っても過言ではない存在。特に印象に残ったのは英語の発音がとても綺麗。意外なことに彼女のルーツは私も大好きなジミ・ヘンドリックス、トト、イーグルスといったセブンティーズやエイティーズのミュージシャンたち。最近では現代の三大ギタリストであるジョン・メイヤー、ネオソウルギター界で話題のトム・ミッシュを聴いているという彼女。英語歌詞ならではのリズムとメロディーがとても心地よく、朝に聴きたくなる爽やかな一曲。それではお聴きください。